はいどうもこんにちはクレイです。ということで今回なんですけれども、ちょっとねタイトルとかサムネどんな感じにしてるかわかんないんですけれども、ただいま私非常に緊急事態に陥っております。それがこちら。はい、今これですね期限なしのボックスなんですけれども B ランクがですね非常に枯渇してきました。でまあこれ旗から見たら、まあ、12球団だけとか純正で1球団だけとかっていうところで見たらまあ全然十分な、量と言えるかなとは思うんですけど、今ですね全球団純正企画というのをやっておりまして、で今何球団かな、3球団か4球団ぐらいかな動画出してるかなと思うんですけど、こっから先やっていく球団がですねどうしてもめちゃくちゃ特訓とか、まあ、あとは特殊とかっていうところ、やっていかないといけない選手が多々いると。であとはタイムスリップ第1弾でもね本当にいろんな選手補強できたんですけど、まだなかなかねちょっと育成ができていない状況というか、 S ランクレベルマックスまでは持っていってるんですけど、その特訓とか特殊とかっていうところがなかなかしんどくて、70で止まっちゃってるっていう選手がね多々いるので、まあこれちょっとねさらに B ランクとか集めつつ、まあさらに12球団純正のね補強したいなということで、今ですねこちら10連福袋、ゴールデン福袋が来てると思うんですけど、絶好のチャンスじゃないかなと。うん、今年ねかなり、まあ、2スランク2倍というところ相性いいですし、まあ動画界で回してもいいかなってちょっと考えたところもあったんですけど、まあでもせっかく回すんだったらね動画にしようかなということで、今回ガチャ動画の方やっていこうかなと思います。まあ結果次第ではちょっとグレードアップスカウトとかまだちょっと抑えても欲しい選手いますし、まあその辺も考えつつって感じでやっていこうかなと思います。さあということでございまして、早速ねガチャ回していきたいと思うんですけども、とりあえず今エナジーがですね3000エナジーあります。はい、今日3000エナジーとりあえず用意してきましたので、まあ一応120連ぐらいかなはできるような感じになってます。ということでまあとりあえずじゃあ10連福袋からいきますか。まあ本当は4連をね回すっていうのも全然ありではあるんですけど、まあちょっと S ランクにやっぱりロマンを感じるんで、おお来た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 、やっぱり S ランク2倍すごいわ。今年本当にあのやっぱヒートアップスカウトのね、あそこから S ランク2倍の絶好調査は始まってるんですけれども、あれが忘れられなかったっていうのもちょっと正直ある。さあ行こう、ゴールデンウィーク今日まずはどういう形で幕を開けるか、この10連目は非常に重要。さあ6枚目、おおマジやばすぎるって、うわ、いやこれはさすがに想像してなかった。 S ランクオーダーに入るとこ引けたらいいなと思っていたけど、いやこれはえぐいって。これちょっと動画じゃなかったら嬉しさ半減してたんで、いやよかった動画にしといて。ナイス。さあいや正直ねこの動画、まあ撮るだけ撮って何とも言えん引きだったらオクラでもいいかなってちょっと思ってたんですけど、いやこれは動画が決定だわ、ありがとうございます。 OK ということで、もうめちゃくちゃもう今日の一番のオチぐらいの引きをね早速してしまいましたけれども、どんどんいきましょう。さあ20連目で、そう今日なんかいける気がしたのも、あの555連プレゼントスカウト今来てると思うんですけど、あれで S ランク出たんですよね。まあツイッターにアップしたんですけど、平野選手かなが出ましたということで、まあ今日かなり運がいいんじゃないかなといったところでガチャを回しております。さあ20連目、まあさすがに、まあ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 さすがにね、まあでも言っても S ランク2倍なんで確定演出がないところでも来る可能性は大いにある。うん、まあさすがにないか。はい、どう、オッケー。まあちょっとね緊急事態宣言も出ておりまして、なかなかね、まあ、ゴールデンウィーク外で遊んだりもね、まあ、できないんで、その分、まあ、ちょっとここにお金を使ってね課金していこうかなと。ガチャを回して経済を回す。あー、いやまだワンチャンある、いやまだワンチャンあるよ、来い。飛んで、はい、にっこり、おー来たー、今日2回目、よしよしよし、やっぱ S2 倍よ、やっぱ S2 倍しか勝たん。さあ3枚目じゃなかった牧田選手の A からの、どこ、6枚目でもない中田選手の A、 いい表情してますね。さあどこで来る、8枚目、うーえやばすぎん、ちょっとマジでこれはこれはエグすぎるってマジで、いや今日の俺の勘は間違ってなかったんだな、今日なんかいけそうな気がする感は間違ってなかったんだな、なんならグランドオープン福袋よりいい引きしてる。はい、いやーちょっと待って、もう俺このあとこれ以上の引きできる気がしないんだけど、どうしよう、いやまだまだ行こう。さあ40連目、まさかの30連で山田戦が、山うわ止まらない、引きが止まらない、やっぱりこのガチャ神ガチャだ。 S ランク2倍は本当に今年素晴らしい、確率が 10% ぐらいあるような気がする。さあ行こう、ノリに乗って山田選手、千賀選手と来て、誰が来る、はい、6枚目、
おお、柴田選手です。嬉しい。いや、ここに来てさらに DeNA の自チームまで抜いていく、やばすぎん。はい、もう一枚。まあさすがにね、まだまだいきましょう。これが50連目。さあ、また月出ている、また月出ている。いや、ワンチャンある、ワンチャンある。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、これコナミさんがちょっと大盤振る舞いしてるんじゃないですか。ちょっと、ああさすがに、さすがにね。まあ一回休憩入れときましょう。一回休憩入れて、まあちょっと最近 DeNA も非常に調子が上向いてきたし、俺のガチャ運も上向いてきたし、もういいことしかない。一応ちょっと最後グレードアップスカウト一周回せるような形で終わりたいので、まあ800NG ぐらいかなはそっちに回しましょう。さあ、まあでも福袋もう1枚来そうな気がする。今のところ50連で3枚。60連目、60連で来い。いやー、まあ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 、でも言ってもこれぐらいで一応ここで出なければ確率通りぐらいかな。40連で普段1枚出るかどうかっていうところが今回2倍なんで、まあ20連で1枚出るかどうかっていう感じなんで、まあ全然悪くはない。70連目。うわー、来たー。やっぱ S ランク2倍素晴らしい。まあ確率通りだけども、いやでも待って、これ2枚引き以上あるな。うわー、あるある。いや、もうこれ確定かな。ちょっと2枚引き変数未だに分かってないけど、でにっこりと。はい、さあ1枚目。おお、秋山選手 OK。 秋山選手の S ランクね、すごい前のやつを使ってるんですけど、これ継承でいいかな、さすがに。うん、しばらくもうずっと継承できてなかったんで継承しちゃおうかな。2枚。おお、松本選手、ここもセーブ純正強化。いや、最高最高。いや、素晴らしい。3枚中で2枚きたってことは、いや、まだあるな。3枚引きあるか。3枚じゃなかった。まあまあまあ A ランク、あざっさ。まだある、まだあるよ。なあ、3枚来ないかな。はい、うーん、まあまあでも2枚出ただけでも全然 OK。 そう、これ秋山選手ね、この86請求めちゃくちゃ高い秋山選手を使ってるんですけど、まあこれさすがに継承でいいよな。うん、継承しようかなと思います。ということで、まあちょっと福袋はもうお腹いっぱいなんで、じゃあ最後グレードアップスカウト回しますか。グレードアップスカウトはもうライデル・マルティネス選手狙いですね。もうここがどうしてもちょっとまあ欲しいので、取れたらでかい。まあライデル・マルティネス選手と森ゆいと選手狙いですね。これどっちかが来てくれたら全然 OK って感じです。じゃあ行きましょう。とりあえず、グレード6までは、自チーム DeNA で行きましょう。まあちょっとこの辺は序盤渋かったら勝っときます。いやでもちょっとゴールデンウィーク福袋マジでエグかったな。先日あのコラボでね、あのアンダーを決めるっていう実況者コラボ生放送っていうのをやったんですけど、まあその時にちょっと僕誤って手が滑っちゃって、あの福袋をね20連ほどしたんですけど、その時もね、まあかぶりであったんですけど S ランク1枚小島選手が出て、だからやっぱり S ランク2倍はね、ちょっと今年本当に相性いいっすね。なんでまた、まあヒートアップスカウトってそんなに年でたくさん来るもんじゃないんですけど、そう、S ランク2倍のガチャは積極的に今年は回していこうかなと思っております。ただね、これちょっといつかやり戻し来るんだよね。こんだけ S ランク運いいと、まあ後々それこそタイムステリップ2段近いところで言ったら2段とか、あとはエキサイティングとかっていうところが引きが心配にはなってくるんですけど、まあまあまあいい時にね、しっかりいい運を吸わせていただいて、まあ使っていきましょう。さあグレード4、渋いかな途中。うわーい、お、佐野選手今日ホームラン打ってましたね。今ちょうどね、実はこれ撮影しながら右目にダゾーンをね、別のモニターでダゾーンを見ながらこれ撮影してるんですけど、ちょうどさっき福袋を回し始める直前ぐらいに佐野選手がホームラン打ってくれました。さあ緑からの、ああもう一個いかないか。確定外で1枚。自チーム DeNA にしてますけど、 S ランク未だに結構 DeNA の選手引けてないとこ多いんで、まあ引きたいですね、引ければ。さあどうだ。はい、いや、いいよ、付けある、いける。今の DeNA 絶好調。 DeNA5 月は今現時点で首位です。5月は首位、このまま逆襲の5月にしてもらうためにここで1枚一発引いておこう。さあ来い。あー、まあそんな甘くねえな。はい、はい、はい、ってことで、まあちょっとね、僕の緊急事態ガチャにお付き合いいただいて皆さんありがとうございました。ラストね、今回グレード7回し終わりたいと思います。まあ最後はもうマルティネス、ここ打ち抜いて終わりましょう。マルティネス狙いで自チームは中日にします。まあマルティネス選手じゃなかったら森選手ですね。この2選手のどっちか
まあ、あとは三島選手でもいいや。三島選手でもいい。これ3選手だね。今何周してんだ、グレードアップ4周目かな、これ今回。行きましょう。ちょうどね、このグレードアップスカウトを回して締める回で増田選手が2連チャンで出てるんですよね。増田選手が2連チャン落ちなんで、まあさすがにもう引けるんじゃないかなと思ってます。3連続増田落ちはちょっと勘弁。行きましょう。流れ星演出来ている。行きましょう。あー、ファンが来なかったか。いやでも2枚引きあるな。あ、これ来たんじゃないか。この後大事よ。さあレインボー、レインボー見せて、レインボー。あーあー、来ないかも。これ1枚パターンかな。バッター当てろ。いやー、にっこり。うわ、これ1枚だな多分。まあでもいい、最後にしっかり引ければ。今1枚目アリエルの方のマルティネス来てたね。これなら引けるでしょう。ライデルを引く。ライデルをお迎えする準備は整った。行きましょう、ラスト。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。まあぜひともね、今回のこの素晴らしい引きに高評価とチャンネル登録お願いします。ラスト行きましょう。最後しっかりと狙いを引いて終わりたい。行きましょう、ラスト、カモン、来い。